そういえばコメントでウリタがお前の悪口言ってたぞってなんかたくさんもらうんだけど、なんかソース知らないんだよね。なんかライブ中の話なのかな？気の小さいおっさん。俺まだそれを見てないんだよね。俺のことについて語ってるところを俺見てないから、悪口言ってたとかどれだけこう信憑性のあるものなのかっていうのが分かんなくて、ちょこっと言ってた。なんか俺のことを「こじき」って言ったとか言わないとかって聞いたんだけど、でも多分なんか自らウリタが喋ったんじゃなくて、コメントで石川についてとかさ、そうやって書かれて拾って、なんかあいつねみたいな感じなんじゃないの？じゃなきゃなんか、ウリタ重視が自ら石川の隆起があって語るようには思えないんだけどな。しつこくコメント書いたやつがいたから、もう拾うかっていう感じで、ああ、あいつねって感じじゃないの。だからそれをなんかウリタがお前のこと言ってたぞって言ってるけど、いや、お前がウリタに語らせたんだろうと思う俺は。それはつまんないよね。なんか仕込みみたいな感じで。うん。だって自分でさ、ウリタに語ってほしくてさ、いっぱい書いておいてさ、それでウリタが言ってたぞは違うやん。お前が言わせたんじゃん。自らウリタがコメント関係なしに石川がって語ったんだったら、それは初めて語ってたぞが成立するけど、わかるけど、コメで書いて喋らせるのはつまらんよね。なんか仕込み感あるわ、それ。それをなんか自分が書いたってことは伏せといて、ウリタが言ってたぞ。お前ずるいよ。面白くない、それは。でもさ、チクってくるやつってさ、それ言わないじゃん。自分で書いて喋らせましたまで言わないじゃん。言ってたぞしか言わないじゃん。ずるい。俺はそれは乗っからんな。なんか俺ウリタの配信見たことあるけど、なんか喋る話大体決まってるし、自らなんかそんななんか知らない人の名前挙げて喋る人じゃなかったよ。大体ブレイキングダウンの話とか不良の話してるぐらいで、なんか自ら石川の話するような感じではなかった。だから絶対コメントで言われて喋ったんだと思う。だとしたらお前が悪いよ。だって、例えば俺だってさ、じゃあコメント欄で加藤純一のことどう思ってめっちゃ連投されてさ、ほんで俺がさ、加藤なんてよって言ってさ、ほんで俺が加藤なんてよって言った話を、加藤純一にうんこちゃんに、石川が加藤純一の悪口言ってたぞ。おかしいやん。いや、連投したやつがいて、エモンがうっさいから言ったわけじゃん、俺は。そしたら、それは。だけど、その部分は、都合のいいところは隠して、石川が悪く言ってたぞは違うやん。うん、別に自ら語ったわけじゃないじゃん、俺は。誰かが少しコメントして即拾ったって感じ。でしょ？コメントからでしょ？じゃなきゃ言わんでしょ。どうせ石川のことどう思うとか、石川が悪口言ってたぞ、みたいなことで、ウリタが言ったんじゃないの？いいよ、あんな小心者のおっさんなんかいちいち絡みに行かなくても。出てこねえじゃん、なんか。何が歌舞伎だよ。新宿だよ。しょうもない。俺にこんなに悪口言われても、顔も出せないような羽子板じじいなんかね、もういいよ、なんかそんなの面白くない。ほんで自分のセーフティーな場所でさ、自分のインスタグラムか TikTok か知らんけど、そういうところで言っとんだろ。うん。んでさ、なんかさ、横山みどり、石川祐希がとかでディスっときながら、ちょいちょいコメントを拾うじゃん。無視すりゃええじゃん。なんかさ、路上の伝説のさ、なんか朝倉未来と一緒にやってるかどうかわかんないけど、ねえ、結局さ、若え奴らにさ、ブレイキングダウンでさ、殴らせといてさ、てめえらはさ、もうそういう路上の一つも出てこねえで、お前ずっとインターネットでブツブツ言ってるだけど、配信者より配信者みたいなことすんじゃねえよ、気持ち悪い。お前らこそリアルなんじゃねえの。俺別にリアルでいいって言ってんじゃん、ウリタに対しては。直接言えよ。コメントに言われて、ね、コメントにそそのかされて、ポツポツ拾うぐらいだったら、言ってみろよ、夫婦揃ってよ、バカがや。ほんなら、何が路上だよ、ふざけんじゃねえ。お前がブヒってんの、ネットでしか見たことねえんだけど。それでよくさ、人のこと陰キャとかさ、こじきとか言えるよね。お前らはこじきじゃん。死んだ結賀をさ、後からネタにしてさ、生きてる間はさ、めんどくせえか知らんけど、絡まずにおってたな。死んでからさ、ネタにしてる。お前らはよっぽどこじきじゃん。顔面のタトゥーにこじきって入れろ、羽子板じじい。しょうもれんだよ、クソ降りた。なあ、人のこと言えねえからな。クソみたいに弱くて体も細くなったくせにブレイキングダウンにすがってよ。まあ当たり前だよ、お前その顔でガストの店員できねえもんな。うん、できねえよ、お前。ファミリーマートの店員もできねえし、ガストもできねえし、どこでも働けねえ、ディズニーランドでも働けねえよ、お前。それはお前、ある仕事必死こくわな。こじきが。ほんなの。コメントでどうこう言ってんじゃねえ。ああ。直接言ってみろよ、バカ野郎。だからおめえどこ住んでんだよ。言ってやるよ。そんなの。それが東京徘徊で出てこいよ、そろそろよ。いっつも俺歩いてるけど、お前全く見ねえよ、お前のこと。なんなら俺のが今な、人気だわ、新宿で。みんな声かけてくれるわ。ああ、なんかメガネの人見たことある。別にそんななんか、有名ではないけど、知ってもらえてるわ、いっぱい歩いた結果。ああ。何がお前の新宿だよ。ふざけんじゃねえ。クソ野郎。文句があるの言えよな。それとも怖くて言えねえのかお前。言えねえのか。
ゆいがのこと言われるの嫌やから。そりゃそうだよな。お前が一番ずっこいよな。な、生きてる間大して絡みもしねえでな。昔だけでな。ほんで死んでから何がゆいが知った気になってさ、ゆいがゆいがって言ってんの。考察がどうこうとか言ってんの。何言ってんの。そんならさ、別にさ、即犯人捕まえたわけでもねえのにさ、昔からゆいがとつるみがあるか知らねえけどさ、考察もクソもねえだろ、バーガーお前。だったら捕まえてこいよ、犯人を。結局捕まえたの警察じゃねえかよ。手柄でも何でもねえだろうがよ、こんな。誰でも言えるわ、そんなの、考察なんて。ほんな、俺でも言ったわ。ゆうがってあいつビビリやから、ほんな死ぬかどうか分かってて、ね、のこのこ出ていくやつじゃねえよって。配信者のコラボでもね、逃げてるようなやつだから、ちっちゃいやつだよって。だから女かなんかに呼び出されねえといかねえんじゃねえのって。でも女はゆいが殺せねえだろって。だからお前女の裏には人もいて、ほんでみんなにやられちまったんじゃねえかって、ほんでみんな言ってた、そんなの。俺だけじゃなくみんなが言ってた。でも別になんかみんな自分の考察が当たったみたいな風に言ってないだろ。手柄みたいな。なんなんお前。しょうもないマジで。便乗羽子板クソ野郎がや。いつでもいいよ、そんなの空いてる時だったらよ。家でも遊びに行くよ、全然。別に喧嘩して殴り合うわけじゃねえよ。でも俺は今言ってることを直接言ってやるよ。マジですよ。いいよ、別にこけおろすのはいいんだけど、こっちは言ってやるっつってんだ。で、お前は来ねえんだろ。だったらコメント無視してくれ。なんで無視できなくてちょいちょい拾うの、お前。くたばれ、ボケ。かっこ悪い。俺はいいよって言ってんじゃん。だから。お前が乗ってこねえだけじゃん。乗ってこねえのにセーフティーの場所で、ね、ちょい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 人のこと悪く言ってんじゃねえって話で。無視しろよ、NG か入れて。石川のこと言うなっていいじゃん、そんで。俺、あいつのこと嫌いだからよ。絡むつもりもねえからよ。石川のリスナーだかなんだか知らねえけど、石川の名前出すんじゃねえって。いや、いいじゃねえかよ。そんで終わりじゃん。それでも言ってるやつ NG でいいやん。なんなん、お前。クソがや。お前、ステージ上がってこねえじゃん。偉そうなこと言うんじゃねえや。つまんねえな。NG する勇気もねえのかや。ん？眉毛ピク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 しちゃってよ、お前、土壌みたいに。こんなねんか。俺格闘技なんかやったことねえけどよ。おめえなんかワンパンだよ、この野郎。ふざけんじゃねえ。言っとくけどな、喧嘩には何が重要か知ってるか。度胸と体重だから。そんなの。いくらお前が強かろうかな、この体重者埋めらんねえぞ。体重者って言っちゃった。体重だとアケボノは良かった。それはアケボノが弱えんだよ。ボノは優しい人だから、そもそも無理だよ。顔はいかついけどね。ペニオみたいな顔してるけど、ボノは優しいから。なんで俺がウリタに悪口言わなきゃいけねえんだよ。意外にしろよ、お前。おめえあんだけさ、リアルがどのとか言っときながらさ、全然出てこねえから言われんだろ。別にさ、そもそもそういうリアルの人じゃなくてさ、ネットの人だったらこんなこと言わねえよ、俺も。かかってこいなんて。いいもん、別にネットはネットで。で、お前さ、何で売ってんだよ。リアルで売ってんだろ。なあ、なんで言わねえんだよお前。俺なんか別にヤクザでもなんでもねえよ。ただのパンピーだよ。パンピーと会うのも怖えの。なんなん。なにそれでも何得がねえから。まあお前頭いいもんな。物書きだし。じゃあ出すな名前。中途半端に。ムカつくんだよお前。おめえが一番ムカつくわ。樋口に行きのがめちゃくちゃいい人やわ。ただの豚です。ただの豚だよこっちは。なんでこれ、古事記なんか言わなきゃいけないんだよ。ふざけんじゃねえよ、お前。意味わかんねえ、お前。なんで俺拾われて古事記とか。どういうことだよ、マジで。俺、売りだから別に何ももらってねえんだけど、俺。なんの古事記なんだよ。本当に言ったら、そんなこと。なあ。見てないからわかんないんだよ。何俺がこっち行ったんだよ。なあ。話題古事記ってこと？そもそも。いや、そんなら、ゆいが古事記してる、売りたに言われたくねえだろって話やんな。う、は、ん、あ。俺が何、ウリタに便乗したから小じきみたいなことなのかね。本当に小じきなんだぞ。なあ、出てこいよお前この野郎がや。しかもさ、ああいうやつに限ってさ、配信つけねえと来れねえんだろうとかさ言ってくんの。マジで頭悪いよね。動画回してユイガに手合わせに行った、カメラ持ってしか行かないようなやつがよく配信者に配信つけないと来れないよねとか言えるよねお前。マジで。お前がそれやってんじゃん。なんでお前、ゆいがの現場によ、カメラ回して行ったのじゃ。じゃ、それをカメラ回してないんだったら別に評価するよ。お前、しっかりカメラ回してるくせに、よく配信者に配信つけないとこれねえんだ。なんでつけて行っちゃいけないの？配信者が。じゃ、お前もそこら中にカメラ持ってくなよ。なあ、クソ野郎。お前、矛盾してるからな。なあ、バカかよ、てめえ。なあ。まあ、おめえみたいなやつでそうやってさ、圧かけたりとかさ、顔でピーピー言ってさ、そうやって何、動画外、配信外とかで話つけてさ、仲良しちゃんするんだろ。配信つけられたら困るんだろ？何も喋れねえから。
結局みんなが見てる前だと喋れねえからだろ。だから配信つけてくんなって言ってんでしょ。慣れ合うつもりなんだろ気持ち悪い。ゲイかお前。なあ。結局声だけじゃん配信が。動画じゃねえもんな。だからお前配信は家の中でさ、要は独房みたいなところでさ、パスタ食ってるだけの配信なんだよ。飯食ってお前。なあ。食べるとかじゃねえんだよお前嫁はんに。どっせマジで。怖えんだろ生放送が。来いよ。なあ、顔面落書きクソ作家。ああ、通称ハゴイだがや。これ以上言うんだったらや。なあ、おとなしくしとけよ。おめえビビりなんだから。俺よりも。またなんか言ってたら言って。うん。またなんか言ってたら。言っとくけどな、お前が出てくるまで永遠にお前、足軽軍がお前の放送荒らすぞ。ああ。で、お前はそれを無視できなくて、毎回拾って、また俺に言われっからな。お前が、そのままだと永遠に足軽くんに、TikTok ライブやるたびに、わけわかんないアカウントに、石川についてどう思いますかとか言われて、お前さ、ユイガと一緒でスルースキルねえからさ、お前、バカだよ。ねえ、また拾うんだよ。そしたらまた、お前、俺に報告が来て、で、また俺がこうやって喋るだけだからな。知らねえぞ、お前。もう永遠にループだからな。なあ。逃げらんねえぞ。俺は別に全然いいもん、ほんなの。いつものことだから。でもお前、ライブ慣れしてねえからよ。ピキっちゃうんだろ石川石川って言われて、鬱陶しいなと思っちゃうんだろで、また言うんだろなあ、こんな野郎が。なあ、お前、そういうところはお前、ユイガの後ついてるな。ああ、え一子相伝かああ、スルーできないのは。ねえ、クソ野郎が。変わってこいや。掲示板みたいな顔してなっていう。なあ、ちげえ、お前、学校の黒板だろ、あんな顔。なあ、黒板の落書きみたいな顔しやがって。ふざけんじゃねえ。おねやろが。何が売りだよ、お前。ただのじじいだろ、お前。昔強かったかなんか知らねえけどよ。お前言ったらまた100倍で言うかんな。なあ、覚えとけよ、お前。俺いつでもいいんだからよ。連絡してこいよ。俺フォローしてんだよ、俺。ちゃんと準備してんだよ。ああ。いつでも言ってくれよ、お前、そんなの。お前じゃ逃げてんの。そんな。どこ住んでっかもわかんねえし、どうしようもねえじゃん、こっちだって、お前。おめえが出てこなかったら、ね。まあでも、ゆいがね、犯人捕まりましたね。約半年、5ヶ月。まあ、元カノね、元カノとその家族だったり仲間だったりする人たちが、まあグループで行ったというね、犯罪でしたけども。まあ結局なんかそのスーツケースに、まあ殺した後詰め込んで流したわけじゃん。で、カメラとかに映ってたみたいだね。うん。まあそういう映像の解析もあっただろうし、確認もあっただろうし。まあそれでまあ結構時間がかかったってことなんでしょ。そう。まあ捜査は水面下で進んでたんだなっていう、ほんとその通りだね。うん。で、まあ間違いないだろっていうところで逮捕と。うん。なんか一人否認してる人がいるみたいですけど、5人が関わってたっていう。感想お疲れ様です。まだ1分30秒ある。ね、遺棄した容疑だから誰が殺したかこれからみたいな。あ、そういうことか。ああ、遺体遺棄だから。殺人はまだ誰か分かんないってことか。ね、要するに5人が関わって遺棄したよっていうことだけど、殺さないと遺棄できないからね。そうかそうか、誰が手をかけたのかっていうところか。被害者が配信者界隈だから捜査が苦労したらしい。へえ。まあ、いろいろ疑わしいやつが多いからってこと？配信者界隈だから捜査が苦労したってのは、疑わしいやつが多くて、誰がやったんだってので、結構捜査が難航したというか、手間がかかったってことかな。考察配信で喋るかららしいよ。ああ、そういうこと？よかった。じゃあ俺何も考察しないで、まあ、ほぼしてないし、触れなくてよかったわ。俺言ってたじゃん、あの時に。要するに犯人捕まってないから、ペラペラ喋れないよねとか、誰が見てるかわかんないしとか、優雅に手合わせに行かないのっていうコメントもあったけど、まだ捕まってないからやめとこうってのも良かったね、結局それは。俺あんまり触れてないのよ。そう、まあ、最初は触れてちょこっと喋ったはあったけど、でもそれはまあ、優雅との過去の話でこういう絡みがあったよ、みたいな。だけど事件に関しては、怖いし、そう。特に何も喋ってなかったんだよね。でもそれで良かったんだね、結果ね。売りた夫婦なんてプロファイリングがどうこうのはしゃいでた。なんかさ、でもさ、人ってさ、間違いあるしさ、売りた純子は売りた純子で、その、優雅とのさ、絡みがあってさ、昔からさ、喋りたくなる気持ちもわかるし、売りただからこその思いがあると思うけど、なんか間違ったことしたりとか、考察が間違ったらごめんなさいはしろよって話だよね。ちゃんと。そう。そこだと思うよ。なんなら、別にさ、配信者目線
考察が悪いとは思わない。まあ、警察は警察の言い分があって、あるかもしれないけど、やっぱ配信者の人だったら、配信としてネタにしたり、いじったりするのはあると思うんだよ。それはね。だけど、その、発言したことに対して間違ってたら、やっぱごめんなさいでいいんじゃないのと思う、俺は。そう。その、ごめんなさいすら出ないのは、ちょっと大の大人としてどうなのかなと思う。うん、開き直ったりするのはね。だって、それでさ、疑われた人が出てくるわけじゃん。特にあの時なんて関わりのあった配信者が犯人なんじゃないかって言われてさ、ほんと名誉毀損ばりなことまで言われてさ、言われてる人いたよね、なんかね。そう。そういうのも、その人に失礼やん。なんも言えんやん。ほんとだったら言えんや。勝手な想像、憶測でさ。だって、何も懲りてないのと思うよ。だって、あの、山梨のさ、道志村の女の子だっていなくなった時に、配信者がネタにしてさ、お叱り食らったこともあったじゃない。勝手にお母さんが犯人だとか言ってさ。そう。あったでしょ？だから、ね、事件が起きた時はね、警察に任してね、なんかあんまり断定するようなことは言っちゃいかんよなと思う。うん。それは配信者であっても、誰々がどうせやったんだろうとかって。やってないわけだから、やってない人からすればすごいそんなの。侵害やしね、傷つくしねっていう。まあそれでもまあ、言っちゃったんだったらごめんなさいは必要なんじゃないの？多分あの世で結衣が言ってたんじゃない？犯人はちげえよみたいな、配信者じゃ、おめえよ、お前どこ考察してんだよとか言って。こう、なんかちげえんだよ、俺やったのはちげえんだよ、お前、俺はよとか言って。当日よとか言って。で、上から言ってるよ、優雅が。うん。うりた、おめえ、ちげえよ、おめえよとか言って。うん。いや、でもなんか、配信者の事件としては、過去最大だよね、優雅事件は。優雅事件はね、なんか配信者の人がいろんな事件を起こしたり、起こされたり、巻き込まれたりって、過去いっぱいありましたけど、過去最大だよね。でテレビでも相当取り扱われて、なんならワイドショーによってはトップニュースだったりもするんでしょ。しかもなんかその同時期にさ、その千葉でさ、サダも転落して亡くなったってのもあってさ、数日でさ、二人も行っちゃってさ、しかも年末に、最悪の年末だったよね、去年ね。私はいつまでもやりますので、よろしくお願いします。僕にとって配信は遊びじゃねえ。お疲れ様でした。 Thank you! です。